前回の動画は N165 です。第30ピリオドが終わりました。これまで制作にかかった時間はご覧の通りです。では、作業に取り掛かりましょう。説明書より1工程で1つの動画としてアップロード。組み立てに必要なパーツはこちら。パーツのカットが終了、かかった時間は16秒。デイパーツ、結構使わないパーツが発生しました。続きまして、基壇の製作です。必要なパーツはこちら。ランナーからパーツをカットします。3米速です。平成31年3月にはこのセット終わるだろうと思いきや、平成最後の月、4月にずれ込みそうです。そんなに作る時間ないのと思うかもしれんが、平日はエルネでポイント稼ぎで制作はしてない。稼いだポイントはアマケンに交換、1日100円から200円です。ランナーからカットの作業が終了、これまでかかった時間は1分23秒。組み立ての際、それぞれの向きに注意。パーツの組み立て、速度そのまま。3と4を合わせます。これを後する。兄、2を差し込みます。兄、1を差し込みます。基壇の組み立てが終了。これまでかかった時間は1分46秒。それにしても SH フギアーツのエフェクトパーツと比べ軽い。だが破損しやすいのが欠点です。続いて支柱の製作です。組み立てに必要なパーツはこちら。支柱の組み立てが終了。これまでかかった時間は2分46秒。今回本体完成の2工程は使わないので飛ばします。最後に基壇を再現するための作業です。基壇を支柱に差し込みます。交換用手首を拳から D9、D10 に変更します。調整をして終了。これまでかかった時間は3分10秒。こうして第31ピリオドは終了。まだ終わらんよ。